ああ、音楽家、振付師。タップダンスグループリブレイズのメンバー。モトストライプス、モトクロマニスタ。東京都足立区出身。神奈川県私立和佐野高等学校から日本体育大学に進む。大学在学中に、グレゴリー・ハインズ主演の映画、TAP を見て、感銘を受け、タップダンスを始める。それ以前は、野球部に所属していた。2003年。 ギタリストの井上雄二、ボイスパーカッションキャストともに何か新しいことはできないかとインストバンド、クロマニスタを結成。同年には北野武史監督、主演の映画、ザトウシへ出演し、タップダンスシーンの指導などにも当たる。2006年、秀坊がリーダーを務めるタップダンスグループ、ストライプスに参加。赤坂プリンスホテルはじめ全国各地にて、ライブや、 ディナーショーを行う。2009年、より音楽との融合を目指して、グループ名を、リブレイズと解明。2010年には、日本テレビ系列にて放送された、世界一のショータイムギャラを決めるのはあなた第一回に、スーパーリブレイズとして出演し、最高金額を獲得。2012年、NHK の番組、みんなの歌にて、楽曲、ハートビートを発表。 また、TBS 系列の番組アジアンエースに日本代表メンバーの一員として出演し、勝利を収める。この番組内で、ハマチは野球を途中で辞めたことについて語っている。2013年には赤坂ブリッツにて単独ライブを開催。2014年4月、JA 全農2014世界卓球の開会式にてパフォーマンスを務める。 2014年7月、グルメポップコーン、ポップの CM に主演。2017年6月、水谷豊監督作品、TAP ザラスト賞に出演。ベストスコアは78。ありがとうございます。